together。フィリアン、ヤッホー、キリト、ちょうど話がしたいって思ってたんだ。ん、なんか俺に用でも？アルゴからマスタリースキルの話を聞いてね。私もスキルを習得したいなって。ああ、そのことか。フィリアは何のスキルが欲しいんだ？ね、私はアタッカーのスキル。アタッカー？うん、トレハンに行った時、途中で強いモンスターに遭遇したりしても対処できるようにね。なるほどな。確かにそういうことなら必要かも。でしょ？それで手伝ってほしいんだけど、お願いしちゃっても平気かな？ああ、協力するよ。一緒に取りに行こう。ありがとう。それじゃあ準備ができたら声をかけてくれる？私も用意しておくね。わかった、声をかけるよ。あ、キリト。よ、フィリア、何してるんだ？ね、これから攻略に行くところ。強いネームドモンスターが出てくるダンジョンがあるんだ。早速私のアタッカースキルが火を吹くよ。あ、そうだ、よかったら一緒に行かない？そうだな、面白そうだし付き合うよ。これでラスト。はあ、ナイスフィリア。やった、たった2人で倒せた。アタッカースキルのおかげだね。もう使いこなしてるじゃないか、すごいな。ううん、まだまだだよ。剣の道は長く険しいんだから。それよりこれでダンジョンの奥に進めるようになったはずだよ。この先に攻撃力補正のかかる防具があるんだよな。そうらしいよ。アタッカースキルにもってこいでしょ。それじゃあ進もう。なんだか懐かしいな。懐かしい？うん、こうして一緒にいるとホローエリアを一緒に歩いたことを思い出すの。なあ、確かに二人でいろいろ歩き回ったよな。あの時は誰にも頼ることができなくて、一人で何とかするしかないって思ってた。でもやっぱり自分一人じゃどうにもできなくって、結局はたくさん頼っちゃったよね。何度も危険な目に遭わせちゃったし。そんなことは別に。ううん、本当のことだから。それでね、自分はもっと強くならなきゃって思ったんだ。あ、仲間に頼らないって話じゃないよ。自分も強くなって、いざ仲間がピンチの時に頼りにしてもらわないとって思って。それはゲームのステータスだけじゃなくて心の持ち方もね。アタッカースキルを選んでみたのはそんな思いもあったりしたからなんだ。なるほど、フィリアはすごいな。仲間のことを思って自分を変えようとするなんて。でもこれって結局はみんなの影響だよ。私にとってはみんなが大切なお宝だから。あ、見て見て、宝箱がある。おお、やったな。この中に攻撃力補正のかかる防具があるはず。いざ宝箱オープン。お宝ゲット。やったな、フィリア。アタッカースキルを取った上に攻撃特化の装備品まで手に入れたら、トレハンがはかどるよ。さあ、これを装備して新たなお宝をゲット。あ、って、あれ、これ下着？え、防具って
普段は見えるものじゃないし、攻撃力補正がつくなら装備してみれば。もしかして私がこれ履いてるのを想像した？いや、してない。してません。どんな下着か見られちゃってるんだもん。恥ずかしくて履けないよ。本当に手に入れた装備は使わないのか？当然だよ。なんか恥ずかしいんだもん。こうなったら代わりの装備を求めてトレハン続行だね。これからも付き合ってくれる？ああ、満足のいくアタッカー用の装備を求めてあちこち探索しようぜ。